熊本地震の被災地を元気づけようと、平成28年9月11日、阿蘇市で第3回阿蘇よさこい復興祭りが開かれました。これは地元のよさこいチームが実行委員会を作って、熊本地震で被災した地域をよさこい踊りで元気づけようと開いたもので、九州各地から43団体、500人以上が参加。午前中は阿蘇神社北側駐車場で行われました。午後からは色彩一宮の芝生広場に会場を移し、佐藤博文実行委員長が挨拶して阿蘇よさこい復興祭りがスタートしました。この阿蘇よさこい復興祭りは今回で3回目ですが、1回目は九州北部豪雨災害の復興を願って、そして今回は4月に発生した熊本地震の被災地を元気づけようと開かれました。参加した踊り子たちは軽快なリズムに合わせたダンスで会場を盛り上げ、熊本地震の被災地上益城郡から参加した小牧組のよさこいメンバーも元気いっぱいに踊っていました。さらに参加チームのシンボルである旗を振り回す旗踊りもあり、会場には大勢の観客が訪れて手拍子を取りながらよさこい踊りを見ていました。最後に地元阿蘇市を拠点に活躍している阿蘇こいカルデラチームが登場。チームオリジナルのソイリンカとバッテンヒノクニを披露しました。そして全チームが参加しての総踊りで第3回阿蘇よさこい復興祭りはフィナーレを迎えました。